本です。今回はガチガチに固まった筋肉を柔らかくするために大切なこととその方法を実践していきます。筋肉は年を重ねるとやはり若い頃に比べてどうしても硬くなっていってしまいやすい人が増えてきます。なぜ年を重ねるごとに体は硬くなっていってしまうのかというと、ほとんどの人が単純に細胞が老化していっているから体もそれに合わせて硬くなっているんだと考える人が多いでしょうが、確かにそれもゼロではないんですが、実はそれよりももっと筋肉を硬くしてしまう大きな要因があってですね、それは何なのかというと、そもそも動く量が昔より減ってしまって、一つの姿勢でじっとしていることが多くなってしまっているというのが一点と、もう一つは動きがパターン化されてしまっているということですね。この2つが主な原因で筋肉は固まっていってしまうんですね。この2つの原因に比べたら老化して固まってしまう部分というのは比率としてはそこまで大きなものではないんですね。実際に高齢の人でも体柔らかい人はたくさんいますし、若い人でも硬い人はいる。それが何よりの証拠です。老化するほどにどんどん固まっていくのであれば、全員ですねそれに合わせて硬くなっていかなければならないはずですが、そうはなっていない。柔らかい人もたくさんいるというのが、老化がそこまで筋肉を硬くするウエイトとして大きなものを占めていないということを表しているわけなんですね。なのでできるだけ一つの姿勢でじっとしている時間を減らしていくということですね、意識してほしいのと、パターン化している動きに対していつもと違った動きを取り入れていく、ここを意識してほしいんですよ。その中で特に日本人は座ってじっとしている時間が長いと言われています。この状態で動かないまま過ごしている時間が高齢になるほど増えていくのが、筋肉が固まってしまう大きな原因になっているので、椅子に座っている時にたまに立ち上がって動いたりすればいいんですが、なかなかそれもずっと意識してやり続けるというのはしんどいと思うので、今からですね1日1個1回30秒で座ったままできる筋肉を柔らかくしていくトレーニングを実践していきましょう。はい、では早速やっていきたいんですが、この運動はですね1日1個ずつで構わないです。その他にもですね、自分が硬くて気になっているところだけを重点的にやってもらうとかでも構わないです。例えばですね、ここら辺はそんなに自分で硬さしんどさを感じないけれども、こっちの方が感じるとかだったらですね、別にここら辺はやらなくて、ここばっかりですね柔らかくするのをやってもらうとかでも構わないので、自分のですねできるペースとかですね、体の状態に合わせてやっていくようにしてください。はい、じゃあですね、まずやっていきたいんですが、一番最初ですね、柔らかくしてほしいところはこの首になってきます。首の筋肉というのはですね、座っている時とかっていうのはですね、特にこういう風に本、スマホだったりとかですね、テレビを見たりとかですね、このように首というのはですね結構力がかかってくる。さらにこうグッと見ているとより首にですね力がかかってきて、そのまま固めてしまって体を固めてしまいやすい原因の一つになってしまいます。なのでこの首の緊張を取るためにもですね、こう動かしていくというのを今からやっていきます。まずですね、手のひらをですねこのように組んでもらって、頭の後ろにですねこのように手を置いてもらって、手の重さ、手の力でですね頭を下にこのようにぐっと下げてください。下がるとこまでですね。でこの時首の力を抜いてくださいね。でここまでできたら、この状態からですね手でこういう風にですね頭を小刻みに揺らします。この時も首の力を抜いてください。これでこの首の筋肉を動かしていきましょう。ではこれを30秒2セットですね、今からいきましょう。呼吸も止めないようにしてですね、力を抜いて手でこのように首をですね押してください。自分でこういう風に頭を動かさずに手でですね押す、これを押せないようにしてくださいね。はい、OK です。はい、では次2セット目ですね、同じようにいきましょう。呼吸は絶対止めないようにしてください。呼吸止めてしまうと筋肉に力がかかってくるんで、呼吸は止めない。
はい、じゃあ次はですね、やっていきたいのはこの肩から腕、このラインになってきます。ここもですね、座っている時はですね、スマホだったりとかですね、テレビだったりとかですね、こうぐっと集中してくると首もそうなんですけど、肩もこのように上がってきて、この周りとか腕とかにですね、力がかかってしまって固まりやすくなっていきます。そうなるとこの肩の症状とかですね、手が上がりにくいとかですね、特に上半身ですね、こういった動きの悪さにつながってくるので、まずここをしっかりやっていきましょう。はい、ではですね、まず手をですね、このように力を思いっきり入れて下にダラーンと垂らしてください。で、この状態からですね、肩を上に上げて落とす。これですね、このようにリズムよく力を抜いてやっていきます。もう手はですね、こんなようにブランブランと動くぐらいですね、やってください。これを30秒2セット。では今からいきましょう。こんなようにですね、肩から手までですね、ブランブランとさして筋肉を緩めていきます。もちろん力を一切出ないようにしてくださいね。じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、この胸周りからですね、肩甲骨、ここら辺をですね、しっかり動かしていきたいと思います。ここら辺もですね、座っている時にですね、手をこのように動かしてスマホ、本を見ていたりとかですね、動きがないと固まっていきやすい部分になります。そして肩甲骨が固まっていくとですね、結構肩、腕とかだけじゃなくて上半身の動き全てを固めていきやすい体質な部分になってきます。そして上半身の動きが全部固まってしまうと、それはですね、やがて下半身の動きの悪さにもつながっていくので、ここをですね、しっかり動かしておくということはすごく大切になってくるので、これをですね、今から柔らかくしていきたいと思います。じゃあですね、両方の手をですね、このように腰のところに当ててください。で、手の甲をですね、腰の方に当ててもらって、この状態ですね、この肘をですね、前後にこのように振っていきます。これを両方でですね、一気にやっていきます。この時に肘を前に出した時に肩甲骨を広げるイメージ、そして肘をですね、このように後ろに引いた時に肩甲骨を狭めるイメージ、その時に逆にこっちは伸びるイメージですね。このイメージでこういう風に動かしていきます。これを30秒2セットですね。では行きましょう。これもですね、もちろん呼吸は止めないようにして、体の力は抜いてやってください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、この腰から背中ですね、この後ろ側をですね、しっかり伸ばしていきたいと思います。ここはですね、特に座っている時とかですね、こうやってビシッとこういう風に座っている人とかですね、こういう風にですね、座って圧をかけてしまっている人、これどちらの場合もここの筋肉というのはですね、硬くしてしまいます。そしてここが硬くなってくると腰痛であったりとかですね、骨盤の動きが悪くなってくるので、下半身の動きも悪くなってきたりとかですね、もちろんここが硬くなって腕、肩、首とですね、結構中心にあるところなので、ありとあらゆるところにですね、症状を引き起こしてしまいやすい場所になるので、ここを緩めていくというのをですね、やっていきましょう。じゃあまずですね、手をですね、このように重ねてもらって、そのまま真下にですね、ストーンと落としてください。で、この時にですね、腰から背中の力を抜いて、一緒にこう体を丸めてください。で、この状態で手をですね、このように前で大きく円を描くように回していきます。これを30秒ですね。できたら次反対回しですね。これで30秒、これをですね、2セット今からいきましょう。このようにですね、大きく自分の体の前にですね、円を描くようなイメージで回してください。この時もですね、もちろん
この腰から背中の力をですね、抜いて回してください。で手はですね、できるだけこう前に伸ばしながら、そこで円を描いてください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目、反対回しですね。では行きましょう。腰から背中の力は抜いてくださいね。で、呼吸は止めない、それは忘れないように。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、このお尻からですね、足にかけてですね、ここはですね、座っている時にこのようにもろに体重がかかってくるところになるので、じっと座っていると圧迫されてしまって体重で筋肉が固まっていきやすい部分になります。なのでここもですね、しっかり動かして伸ばしたりしておくと筋肉が硬くならないので、ここをしっかり緩めていきましょう。じゃあですね、このように片方どちらでもいいですから、足を伸ばしてもらって、つま先をですね、このように上に上げて、かかとだけをつけて、このように足を伸ばしてください。そしてこのつま先に向かってですね、両手をこのようにぐっと伸ばしていきます。これで30秒ですね。左右今からいきましょう。もちろんつま先に触れるぐらい倒せなくてもいいです。これぐらいでも全然構わないですよ。できる範囲でですね、このようにぐっと上半身を曲げていって、ここをですねぐっと動かしていきましょう。余裕がある人はですね、この状態でこういうふうに小刻みに体をですね動かしてください。できない人はそこまでやらなくていいです。はい、じゃあ次反対ですね。同じように30秒いきましょう。こっちも余裕がある人はですね、このように少し動かしてください。無理な人はやらなくていいです。自分のできる範囲でやってください。もちろんここぐらいでこうやって動かしてもらっても構わないですよ。自分の体と相談してやってくださいね。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。